えー、なぜここ二人いるのか <laughs> <laughs> 同級生なんだよね、そう俺早生まれだけど68年生まれ68<年>同級生、今監督 J リーグ今だと森保<安><安>誰だろうぐらいかあ<ー>まあ元とか、ね、黒とか黒そ,うそうそうそう。 も行ったんだよ海外に。シーズン年始にスペインの方行って上の方行ったんだよねサンセバスチャンとかビルバウの方あそう。向こう行くとさ前にカールス・ルーエに行って山田裕樹の取材に行った時にさおじさんおじいさんがカフェにいてさあいつチャルハノールレバー・グーズのあいつってカールス・ルーエ出身なんだって俺知らなかったんだけど。 チャルルノーははうちのクラブ出身だと彼写真かなんかあったのかなそういうことってまだ日本のクラブでさちょっとカフェでさこの選手実は岡山の出身でいるんだよってことをすごい嬉しそうに話せるそういうのってまだないよねなんかまだ歴史かなと思うけどすごい嬉しそうなのよ誇りだよね誇り。周りが持ってくれるかからなん ね、責任感とかさうん、うん、あなんかい,いろんなものが芽生えるのかもしれないし決してね現場のグランドだけじゃないじゃん、うんうん、いろんなものが取り込んでね、うん、本当に選手がこう登っていくっていうのはすごい分かるから、ね、まあ、うん あえてああいうとこ行ってほらテレビとかで見たりとか特集とかで見たりやっぱ肌で感じるとなんか違うじゃん違うね何が違うんだだから行っちゃうんだよね毎回行くよねデズモ行くやっぱ感性がね鈍っちゃいそうな感じして分かるいやでもね今回ねビルバあのサンマメススタジアム素晴らしいスタジアムでバルセロナが9人に敗れるし俺見せたよ選手に入れよ何がすごいってさ ペナルティーより下がらないもん奴ら。あれさ普通守るって絶対もっと下がってくるんだけど、バルスは崩せなかったもんね。あの試合あれでも残り10分ぐらい感動的だったよね。感動。キゼさんみたい。本当。いやいや。もう行くのよ。立ち上がりから行くの。うん。で足つるの。レイトタックルで退場するの一人。うん。二人もそうなる。退場させんなよと思うぐらいの。あるでしょ。でも。 拍手がそ,の時も,そうもうね出ていく時に「お前はバスクの誇りだ」って2人とも普通な何やってんだよみたいな感覚なんだけどでも、うん、なんだろうそこから戦術はスタジアムで守りきるああまあでもねも本当にああでもまあ張さん分かってると思うけど 勝つと負けるってさ、大きな差があって。どんな感じ、あのプレーオフ最後負けた時も、もそれこそ方針。<ー>正直言うと、やっぱ、ああ、頭きてて。<laughs> <laughs> もう絶対に、あのー、大隈さんとお上げされてる姿を絶対一緒に。絶対に見とこうと思って。見たの。 ずっと見てた。えらい。俺できないわそれ。頭来たら見れない。でも、この情景絶対忘れちゃいけないなと思っても。でもさ。それぐらいショッキングだった。でも。やっぱり。あ、ショックって感じ。あ、ショックっていうか。あ、やっぱり。あの、リーグの流れ自体も取ってたし。あの、やっぱり苦しんで。前ね、松本にね。すごい上がってきたから。やっぱ、こいつら、やっぱりやるんだ。 でも、うん、自分も、あ、これは絶対にいけるって思ってたんです。うん、それが甘いのかもしれないけど。うん、だからその分、やっぱりね、あの。勝てなかったね。うん、でも、決められたのがね、あの清原ってさ、うんうん、苦労してる子で、ね、あ、やっぱり、その。うん 人間ってそうやってさ泥臭いストーリー好きじゃんで終わってからそうやって自分で納得してた納得はできないんだけどでもやっぱ清原ってやってね下からずっと早かがってきた選手ででもこいつにやられたからまだまだ甘いんだっていうとこでまあでも鉄はでもよく見てるよねそういうところの考えいつも。 今年も俺がんでる時にはメールをよこしてくれて、く、うん、れでもね <laughs> あれは違うのもうお互いさこのリーグいるからわかると思うけど、うん、もうやってるサッカーとか見ててもうスプリントも全然落ちないわけじゃんだから絶対 V 字回復来るのどっかでいや<あ>どこで来るのかなーと思っててずーっとそれ言ってくれればよかった、うん、自信になったんでいや来なかったな <laughs> いやねねでもこれもう終わってからだけどほらうち今年から大竹来るじゃんそうそねそうそそうういう意味じゃ今のね清原君の話じゃないけどあいつのさ恥ずかしいんだけど俺毎年辞める選手に対対対談式で話をするのに俺結構泣いちゃうの毎年本んに。 前だったら中川大人とかさ竹富とかさなんかねなんだろうなちょっと小さい頃知ってて一緒に戦ってでも今年は絶対泣かないと思ってたのもう落ちたしそんなセンチメンタルね話をここでしたって選手何もあ大輔もそうでしょ三沢もそうでしょ。からより長いことややってつ行くもう俺は 新しいまたチャレンジをするためにポジティブに言葉で言うとね明るく遅れしちゃうとうで、あいつ前十字を切ったのねでその時2013年の11月か12月ぐらいであのね公式戦終わってマリノスさんと練習試合をしたのよちょっと間からそれで開始2分ぐらいでなんてことないとこで「前十字そうじゃんチュンス輔もそうだったの その話してるときにそのときの気持ちを思い出しちゃって何かって言ったら俺をその瞬間に練習試合を組まなきゃよかったって初めて思ったの指導者としてそんな思ったことないよそんな選手がさきついときにそうなったらさ我慢できなくなっちゃってもうボボロロよもうなんかそれが忘れよんようへも泣いてるしアーリアとか泣いてるって言ったからね。で やっぱり鉄もそういう小さい時から知ってる選手で本人岡山行きますって言った時にすごい目力あったしあいつなんかはね小さい時から本当に期待されて怪我も含めて本当はそういうところの舞台に立ってる選手だけどなかなかそういうね自分が1つ壁を乗り越えられないところでやってきた選手だから本当に頑張ってほしいしかなくて。 でもちずっと一緒にいたら見えないでしょ <laughs> 分かんないれなん間も嫌えてるから、うん、いやしゃべることとかねあと走れるようになってたう <laughs> よかった、かったそ,れそれはほ、うんとにいや僕湘南ですからって言ったらお前岡山でしょ10番もらったんでしょあいつ、うんうん、なんか10番っぽくないけど10番なんだね、うん、あいつなんかいやでもね選手って要は いろいろ育成法とかあるけど分かんないけど背負わしちゃったほうがいいねあそういろんなことをね銃なのかキャプテンなのか分かんないけどいろんなことをでそれを背負ってプレーすることで伸びるっていう選手もいるじゃんそれこそ長きとかさあの子たちみんなそうじゃん張さ、うん思いっきり預けてでも預けたらさ一応そうなっていくんだよね。そう でもさ勝ち点も落としたりさいろんなこともあるんだけどっていうでも伸びる要素としてはそれにかけるに値する選手かどうかっていう部分もあるじゃんねだからあいつはだからもうそれこそ左利きの中盤の選手っていうことだけでさ小さい頃からさ特徴を持っててんか自分の持ってるそのままなものでそれが見えるまま。 もっっといいい選手なてほしねあんな選手だったんだけどああんかチームとしてのや役割はやれるようになったけど傭兵どこいるんだろうじゃなくて俺もそういう意味じゃそういうとこのんかアプローチの仕方が良かったか悪かったか分かんないけどでも俺岡山であいつ今回行く気持ちっていうのはすごいものを持っていくんじゃないかなっていうかねうちの試合だけは活躍してほしくないつでももね大竹そうだけどほら あの、長きとか菊池大輔とかもそうだけど、うんうん、あの、張さんとこ。出ていく,くせん、出て行っちゃうんだけどね。みんなね、うん、<laughs> 出て行っちゃうんだけど、<laughs> 世の常だ、ね。世の常。うん、でも、お、前らしい選手になるんだよね。<ー>俺はそれずっと思ってて。いや、お前らしくなったじゃんって、昔から知ってるじゃん。でも我々育成やってるから、どっかで見てんだよね。彼らのことね。テックと話すと、いつも励まされてばかり。監督やってるとさ。うんああ 相手チームにもいるじゃないそういう選手が必ずさ試合の前に来ないから挨拶来た時の話した感じとかあ、こいつ変わったなとかそれだけでも感じる時ないそういうのってさ育成やってた人の特権だと思わないそうだねあ、こいつこんな感じになったんだとかそう楽しい結構楽しいよそあとさよくありがちなんだけどそういう選手に やられるか。すっごい手掛けて選手俺本当にね、学ぶいるじゃん。斉藤学に。俺さも小学校から百五十点ぐらい取れる相手で。本当にあいつベルマヌシエ朝食って。去年たまたま取られなかったけど、それはわかる。知ってる監督が相手にいたらななんかいいとこ見せようかんってあんのかな選手。俺ね一回これすごく残ってるんだけど。暫定で一回さあの岩田ジュビでさやって一戦目が FC 東京だった。 でコーーチ長かった、たもうリドしてで、俺もこう様子見ててやっぱ監督かって刺激入ってるしで、選手もすごいアラートだしまあ、これ甘いんだけどいけるなと思って大体筋あるじゃんそしたらね交代で俺いまだに覚えてんだけど石川直人李ーたあの二人結構思い出がある選手であれが二人いっぺん出てきて俺の方見てずっとなんか見てるの俺絶対見ないようにしなと思ってそしたら見事に二人にやられて。 ああでもね監督の一発目だったからでもこういうことあるんだな,ないいらよね <あー S 2> <laughs> 俺もコーチの経験というかの時間も長かったし,まあしもう育成の多分関わってる時間と今プロの監督だとまだ育成やってた方が長かったからフロンターレさんととね。 ベとそうだよねその鉄もそうじゃんトップやってまたね東京ディニーランやったりとかなってまた岡山コーチやって監督って中でさなんか指導俺監督ってま呼ばれたくない俺あんまり監督って言うんだけど監督とか呼ぶなよっていう内心を持っててどっちかって指導者でいたいなっていうか思うんだけどそのさそれ違っちゃいけないんだけど。 ななんかちょっとと違うと思わない監督、うん、監督と指導者ってイコールじゃないよね、うんうん、あお俺は指導者になりたい、うん、イコールじゃないよね、うん、多分張、うん、さんとか見ててあのよく試合も見るしさ、うん、あの表情見るじゃん監督俺見るの好きだから <laughs> でもさ指導者、まあ、指導者たてもそうだけど監督ってやっぱ言葉で言うと腹くくんないとダメじゃん。そうだねね、うん、腹くくるの好きだよ、ね すげえわかるのそれ見てていや腹くくるってもちろんね監督あれなんだけど <laughs> 好きだよね好きなのよ俺すげえわかるのそれ見ててそれは多分、うん、でもあのそ,そういう人って世間からどう言われるかというとやっぱおかしいんだよねちょっと <laughs> 好きなんだよだからま,、ね、また腹くくって入るでも、うん、だんだんさ人間って慣れてくるんだけど、うん、なんかこれ好きなんだよ腹くくるのがいわゆる。うん なんかさなんだろうう喧嘩の仕方がさ一番なんかやり玉に上がりそうなとこ行ったりさ一番さまに当たりそうなとこに行って俺は当たらないって勝手に思ってる人だからいや何か一番それは監督がだから一番に批判を受ける場所に立ってないとそういうのがなんか 嫌いちょっと5番目ぐらいではいやそれは監督としてやるべきじゃないやと思ったんだけど去年さライブツイの試合見に行った時にアウェーフライブムでさチケット入らなくてゴール裏で見ることになったんだよ。サポーターのまあなんていうの一番真ん中にいてチームあおる人って当たり前だけど試合見てないじゃんサポーターの方向いてこうやって応援してるからさ。俺その人たちととずっ応援 同じ応援しかしなかったりとかあるんだけどやっぱすごいなと思ってここに金払って来るだから俺サポーターの席に何か言われたらバって近づいてなんかちょっとなんかこうちょっとやり合うような雰囲気醸し出したりしたけどもうそれはそんなことを彼らが何を思って言うのはもうそんなの。 自由っていうか<ー>むしろ聞かないといけないなっていうかもちろん彼らの言うとおりできるかどうか分かんないけど、うんうん、やっぱ聞,き聞,き聞くっていうことを持ってないと、うん、ちょっとあんなふ生生うにお互いくせじゃん今でも J でもすごい多いじゃん誰、うん、だ,だろうねっ。 辰馬君とかさ木山とかさ西側とかあいつみんなさやり合ってたやつらでさよだく君とかさでもさあの時ってさその通りでさ子供たちってモチベーションだけじゃん逆に論理は持ってないからさ。 俺ら論理は俺の方が強いわけじゃんでも論理だけじゃ動かないわけであって彼らってこのおっさん本気かっていうのしか見てないんだよね論理だけで動かない言葉だなんだよね動かないんだよねそうあの時そうででも俺マネージメントの本質ってそこにあると思ったの俺育成やりながらずっと思ってたんだけどだからジュニアウェスの監督とジェイの監督のまあいろいろ違いいやいや一緒っていうか俺育成の方が本質あると思っててあるよあの子たちがだって このおさ本気かとかそこしか見てないんだからそうだねいわゆる俺たちの内的モチベーション覗かれてんだよねずっといい言葉言うで全部ちょっととろいやいやいやすっげえ思わなかったでも思うすっげえ思うだから俺ずっとねあのいろいろ歴史重なってきてやっぱり育成やってた監督さんたちが多くなってきたのすごくわかるのいいことだしねそうそういいこといいこと うわ失敗したあてないああこっちは良かれなんだけどそう,そうななのこっちはかれなんだけど、ね、受けど受取る方だから、うん、結局は、うん、だからさ俺なんかももう長いからさ、うん、こ,のこのプレーこうって言ってもさ、うん、選手がさ張、うん、さんは今の段階でこういうに言ってるけど、うん、こ,こ,うこういう時期になったらこういう言い方するなって選手も分かっちゃうから、うん、で分かっちゃうことを分からない子がまだ 当たり前だけどチームししるどっちの基準で全体に行くのかでちょっとさななんかんてことない言葉を実は選手反応するっていうか例えば今日の試合何ていうのこんだけお客さんが応援してくれて戦わないとあやつらに申し訳ないぞっていうのは心を震わせるために言ってるんだけどもしかしたら。 なんかそれが余計緊張増しちゃってとかでもその時にさ「あいこじゃそれじゃ入らせられないからギリギリまで言葉選んで言うけどたたっって多かな俺海外から見て日本人ってさ例えば時間にしっかりしてる優しい繊細とかあるじゃん。ということは。ということは海外じゃ その時間ちょっとルー,ル,ルーズでなんかちょっといい感じでやってるっていうのが俺スタンダードだと思うのだから日本でやる難しさって多分そういうところすごいあると思うのやっぱ繊細じゃん選手たちもで言葉1個に対してもいろんなこう今言ったように違う反応がパンパンってやったらこれチームが瞬間2つになるわけじゃんそうねそうね、うん、だその難ししさっっていうのあるし多分みんなねそこでやっぱりね。 いいろろ苦しみもありでも逆に言ったら喜びもあるわけじゃんねこの前の練習試合初めてやったんだけどさ30分の1本目2本目3本大体30分ぐらいだけど1本目が内容的にはあんまよくなくて最初っていうこともあるんだけどちょっとさまあ去年と一昨年だったら初めてやる試合でここが悪くてこうだったんじゃないっていうふうにちょっとこっちがさ 悪いいよっっっててて思ることを直に言ううかなんかバッて帰ってくる時に当たり前では選手よくなかったなって顔してるし俺は逆に「ありがとうね」っつったこういうふうにプレーしたらやっぱり我々の良さ出ないよねってお前らやってくれたんだみたいなすごい逆説的な言い方なんだけどでも別にそれも用意してたわけじゃなくてそしたら本当二2本目とかまあそのなんか。 いいろろ組み合わせもあるけどやっぱこう見てるやつがパッて見たら練習試合とかプレシーズンってさそういうのも大事じゃん見てるってことも選手がさやるだけじゃなくて俺だから結構グループに分けないで見させる時はわざとはい五対なんとかで俺がどんなことを言っててなんかっていうの大体さ次のグループの方がいいのよ。スモーールサイドゲムさ 赤白よりも次のグループの方が内容とかあれが良くなってくるからなんかそういうのもこっちの本当の言いたいことが選手にすぐ分からないようにでもじわ,じわ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 あこういうことを哲さんは言いたかったんだろうなっていうのが2週間後ぐらいに分かると多分選手ってこう力になってやっていけるんだそんなすぐ分かる っていいうのはさそんんんななもじじゃないじゃんサッカーって何を言うかじゃなくて誰に言われるかなんでもう選手もないもん別に 1+1 は2っていうのはみんな持ってるわけだから,ねだからねそれをやっぱり突きき詰めていきたいただから監督の言葉が入りすぎの方が入らないよりやっぱりいいしチームって入らないより。 だからでも入りすぎなどをコントロールしなきゃいけないけど俺最近本当思うのは誰に言われるか何に対して誰が言うかとかなるほどねね多分だからいつも試されてる感じもあるでしょう戦死と関係てやっぱりもちろんもう思った通りいかないしさでもそういう中でずっとシーズンやっていってでも最終的にこう あるじゃんこんなになってんだけど右肩上がりでよかったなとかもちろん結果が出るって我々その責任を負うんだけどそれとはまた別の曲線でそれはすごく感じるよね確かにこのミスあったけどこんなこと指摘してもしょうがないのかこれは言わなきゃだめなのかそういう意味じゃさ監督だけじゃなくてうちはね知っての通り。 もう本んとに年上のね教会で資料者養成に携われて代表監督もされたいやうっていうのもあるのね S 級のリフェッシュとか行くと「鉄大丈夫?」って30年ぐらい毎年そういうそれぐらいの存在じゃんねでも俺ねずっと若い時から海外行っててね要はベンゲルさんがパット・ライスさんっていうそういう年上の方つけてたりとか。 ライカールルとバセ時っていう、やっぱりねあの自分も監督やっててすごい分かるんだけど結局ねいろんな感情の起伏が激しいじゃん我々、うん、って、うん、で理性失う瞬間に、うん、俺テいやいやいやもう本当だからだから、だからあのー、俺はねあのハーフタイムとか入る前に何回か助けられてんだけどヌノ、うん、さんに。 いや俺の顔つき悪いと野ノさんが「何言うの?」っていう感じで「これ言おうと思うんです」っていやそれは今選手に言われたくないことだから言葉変えた方がいい」ってただ感情は変わんないんだよ。たださ思ったことをなんかペチャペチャペチャ言うんじゃなくてコーチってさやっぱさ監督の立場を分かりながらも分かりながらも別に評論家じゃないんで。 こうしたここでこう使った狙いこうだけど僕はこう思いますよっていうのがさちゃんとやっぱ言えないといけないしその前提がないといけないそれは本当にコーチも監督もやっぱ同じ違うんだけど基本なんかそういうの分かった人がいるとすごくさチームの力になるよね。昔ね原さんと スペインに行った時にイルレタさんってデポルティボル・アコルニあを率いた監督さんねスーペル・デポルって俺も大好きなんだけどに。その監督さんが言ったんだけど要は、リーガで300何十勝してたのかなでも同じぐらい負けてると俺でもまだちょっとサッカーわかんねえって言ったその人の言葉にすごい感動した。 本当わかんないんだよやああいう人だからさこうやこうこうこうってまだまだやっぱサッカーわかんないところいっぱいあるっていうのを聞いてなんかすげえかっこいいっていうかかっこだからだから極めたいっていうねこの世界をっていうだってそういう人がさそういうんだからさだからなんかねこれってさこうこうこうってなるとすごい勉強になるんだけど本んかって思う時もある。シーズン引きうにさ 俺もうすごいベタだけどゼロからのスタートだよ別に J1 にいたことがドバンテージなんかないよとただ J1 の空気を肌で感じてる時間はあるよねとその肌で感じてる時間の中で何をするかがすごく大事でこれでなんか忘れちゃったってなっちゃうと本当にマイナスになっちゃうんでっていう話はしてその中で俺さんか今年。 初心にるってこともう一回選手見ようと思ってて長いとさもうなんとなくこいつこうでしょ右のクロスこうでしょここが苦手でこれが得意ってなんだけどやっぱねそれは失礼だなと思った実はこいつこういうとこに置いてこのプレーしたらこんなに輝くんだっていうさでもそれも逆もあるかもしれないけどそこにちょっとチャレンジはしようなるほどねありがとうって。言ってる 選手とスタッフにパッて考えた時にありがとうって普通に言わなきゃいけない言葉じゃんでもさ俺なんか長いからさもうそこもわかるでしょわかるでしょっ済ませちゃってる部分があったなと思ったから俺ね言おうって思ってんの今って言ってんの俺ありがとうって人間ってさそれ嘘で言われるとあれだけどわかるありがとうって言葉ってさ 俺帰って嫁さんに、っトッピングフた <laughs> <laughs> 俺の理想のチームっていうのはなんだろう2014の湘南なんかまさにそうなんだけどそのいいサッカーやってる勝ったとかじゃなくてそのチームのために選手が。 もう命かけてますみたいな空気出したじゃん,うん、うん、あのチームうん、うん、そういうチームを作れるってすごい素敵だなそれ監督一人の力じゃないじゃん全然、うん、でもこのチームに、うん、一生なんか自分のサッカー生命かけてやるみたいなのがこれ外から見たらすぐわかるじゃんだからそういうチームをあの作り上げてたしう、ね、なんていっつもそうなのよ ってやらせてもらうと思ったのはまだ死んでないなと思ったのが最大の例だ目が目が言ってたよねずっと目が死んでたらもう無理だしそんなんでねやるの失礼だけどそれは思った例えば調査の場合ずっとね選手がステップアップしていくわけじゃん要は大げさに言うとねキャプテン級の人がどんどんこう出ていく中ででもそれでもこうそういうチーム作り上げれるから今年何年目だっけ六年目だねあとベンゲル様十四年だね ででもそれを作り上げるっていうののが彼ら答えしょ要はベンゲルさんとかはずっとさパトリック・ビエラかとかセスクとかアンリとかずっと一番いい時に抜かれてチームをガシッと作るわけじゃないとだからそういうのを見てると楽しそうだもん鉄久しぶりにったけどそそれ以上に楽しういやでもそれは思ったやっぱりなんだかんだ言って楽しそうだなっていうのはなんか 嬉しかったし、いやいやね、そうそんな変な言い方だけど。でも、ね、楽しいんだよね。でも<ー>多分<ー>しんどいけど来る楽しいってね。ね、なんかね、来る楽しい。来る楽しいだね。